はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回お届けしていくのは MLB ザショー2015田中将大登板戦、レッドソックス戦ですね、お届けをしていきたいと思います。でこちらの試合はですね、実際に8月の4日田中将大が登板した試合、現地時間の8月の4日ですね、登板した試合のスタメンメンバーで臨む、検証に近いようなそんなプレーですね、なっていますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。早速始めていきたいと思います。まずはピッチング練習ですね。で、簡単に投球の操作方法、PS3 の操作方法をご案内していきたいと思います。まずですね、球種を選びます。×丸三角四角 R1、 球種を選択したらキャッチャーの上にゲージが出てきますので、ここで×ボタンを押すとゲージの中を線がぐーっと進んでいきます。で一番端っこの赤いギリギリのキワキワで止めて、戻ってくるゲージで今度は黄色い線で止めます。もう一回ぐーっと行ってキワキワで一回バツをして、黄色い線のところでもう一回止めると。で赤いギリギリのところまで行けば行くほど球威が強いボールが、で黄色い線に近ければ近いほどコントロールがいいボールがいきます。なので赤いキワを狙って戻ってくるときは黄色い線を狙うというのが操作方法になっています。なので、球種、田中の場合5種類球種がありますので、この中から選択をした後はゲージで球威とコントロールを調整するという流れになりますね。これが最後の1球です。さあそれでは早速試合の方に入っていきましょう。ちなみにこの8月4日のリアルな MLB の田中のピッチング内容はというと、確か7回3失点4、8勝目を挙げてたかなと思いますね。さあこの MLB ザショー2015ではどうでしょうか。早速第1球です。レッドソックスの1番バッターはホルド。初球はストレート、いいところに決まりましたね。審判が手を挙げてくれました。ちなみに審判誤審をしたりしますので、そういう時はチャレンジ、ビデオでのリプレイ検証っていうシステムもこの MLB ザショー2015あります。今年から確か MLB の方でもそのビデオ検証のルールが追加されたと思うんですが、早速このゲーム上でも反映されてます。さあワンボールツーストライクと追い込んでからのスライダーで勝負していきましょう。いいですね、見逃し三振です。悔しそう。いいところですね。今のボールはなかなか打てないでしょうというところですね。1球目ストレート、2球目はスライダーで投げていきましょう。これはショートも追いつかないか。センター前ヒット、ワンアウトからランナー1塁でオルティスです。ホームランここまで20本、警戒すべき3番バッターですね。これはアウトだ。マキャン刺しましたね。ちょっと一塁ランナーほとんど警戒していなかったんですが、マキャンさすがです。完全に刺してますね。さあこれで2アウトランナーなしとなってバッター勝負になります。ちなみに今1球だけしかランナーがいる場面で投球できなかったんですが、
ランナーがいるとこのゲージの進みが恐ろしく速くなりますので、まあ、できるだけやっぱりランナーは出さない方がいいということになります。これは一塁線抜けるかというあたりですが、一塁が抑えてます。1回の表、田中将大0点で、レッドソックス打線を抑えました。さあ、それでは2回の表、4番ラミレスからですね、田中のピッチング見ていきましょう。まあ、ラミレス一発ありますからね、警戒していきましょう。2球で追い込みました。で、あの球種の横に青いゲージ、横棒がぐーっと伸びてると思うんですけど、これがですね、自信のあるボール、今の場合で言うとですね、ストレート、フォーシーム、ファストボール、一番上のバツボタンのボールですね。これが田中今一番自信を持っているボールということになります。で、あんまりね、その自信のあるボールを多投してると、おお、これは持ってかれたか、持ってかれたね。ホームランですね。おしゃべりしてる間にラミレスに一発を浴びました。今年の田中の課題であるこの一発非本塁打っていうのが、ちょっとこの MLB ザショー2015のプレー上でも出てしまった形ですね。先制点はレッドソックス、ラミレスに特大の一発を浴びました。ちなみに打たれたボールはストレートです。まあ、自信があるからといってね、安牌なボールではないってことですね。いやー、これはもうどでかい一発ですね。さあ、気を取り直してここから抑えていきましょう。5番はサンドバル。1球目はファールで、2球目はシンカーを投げていきます。これが空振り。スライダーが外れてますね。これもファールで追い込みました。田中、ストレートラミレスに打たれましたけど、やっぱりストレート自信持ってますね。で、次に自信を持っているのが今回だとシンカーです。スプリットがね、ちょっとあんまり投げる感じではないですね。ここはショート正面の当たり。そして6番のナポリを迎えます。ん、このストレートはいいところに決まりました。やっぱりピッチングはね、ストレート基本になりますからね。ストレートに自信のある田中はやっぱりいいピッチャーですよね。さあ、これでワンボールツーストライクと追い込みました。ここはスプリットで空振りを狙いに行きましょう。いいですね、狙い通り空振り三振。そして7番はディアザです。うん、このストレートもいいところ、91マイル。このスライダーは大きくボール球。ここまで球数28球の田中。
これは追いつくか、追いつくね、うん、追いつきましたね。レフトが追いついて、この回田中ラミレスに一発1点を失っています。試合の方はヤンキースはここまで1回2回終えて0点ですね。うん、このカットボール、今日初めて投げるボールだったんですが、ファールボール。で、スコアとかの見方ですね、ちょっと簡単にお話しておきたいと思います。左上に、ボストン・レッドソックスの B とニューヨーク・ヤンキースの N っていうのが出てると思うんですが、まあ、これがそのままチームですね。その横に1、0って入ってると思うんですが、先ほどラミレスにホームラン打たれて1点失ってますので、レッドソックスの方に1が入っています。でさらにその横3で上三角がついていると思うんですが、これが3回の表ということです。3回の裏の場合はですね、三角が下向きになっています。これはレフトフライで、さらにその横ダイヤモンドで赤い丸が2つついていると思うんですが、これが2アウトランナーなしという意味になっています。でさらにその横ですね、0、1って入ってると思うんですけど、これがワンストライクですよという意味ですね。これもレフトフライですね。で、ちょっと今ね見えないかもしれないんですが、さらにピッチズっていうのが下に入っていて、田中の投球数が表示されるっていう形になっています。さあ田中4回の表のピッチングを見ていきましょう。2番バッターはボーガスですね。この後アオルティス、ラミレスって続きますから、ランナーは出したくない。ワンボールワンストライクからの第3球目。このストレートいいとこなんですけど、審判の手上がらずというところでボール球、ツーボールワンストライクです。これは追いつくか、うわー、追いつかなかったか、惜しいですね。さあ2エンド2から、これはファルボー。ここでマッキャンの要求がスプリットですね。外角にスプリットを落としていきましょう。空振り取れるか、うん、バット止まりました。これでフルカウントになりましたね。フォアボールは出したくないんで、ストレート勝負していきましょう。これはファールです。引き続きフルカウントからもう1球ストレートを続けます。これはセカンドゴロ。そして今シーズンホームランここまで20本のアオルティスです。これは大きい当たりだけど、追いつくか、追いつくか、追いつきますね。センターフライですね。さあそして4番のラミレス、先ほどホームラン打たれてます。まずは先ほどホームラン打たれたストレートをボール気味に投げていきましょうか。外角低めです。どうしてもね、さっきストレートを打たれてるんで、ストライクを取りに行くボールは変化球にしたいですね。今のスライダー外れてますか。スリーボールとなって、次のボールどうしようかな。そうなるとストレートでやっぱりストライクを取りに行かなきゃいけませんね。ここは胸元のストレート空振り。
マキアン強気にストレートを要求です。うわー、打たれたけどこれはファールですね。打った瞬間という当たりでしたけど、これはファール、救われました。もうちょっとね、マキアンストレート要求ですけど、ストレートはちょっと怖くて投げられないんで、スライダー、空振り三振ですね。ちょっとね、2打席連続かという鋭い当たりでしたけど、ファールになってくれました。さあ、ヤンキースの方が3点取って逆転してくれてますね。5回の表、田中のピッチングです。逆転してもらってね、3人でちゃんちゃんと終わりたい5回の表。これはマッキャンが、ちょっとダッシュがつかなかった。ちょっと僕がボールを見失ってしまいました。まあ、キャッチャーではね、ボールを見失うなんてことたまにありますけどね。これはファールボール、バッターをへし折りました。これは追いつくか、追いつきますね。ライトフライに打ち取ります。そしてマイク・ナポリを迎えます。6番バッター、ここまで球数57球です。初球ストレートが外角低めに外れてワンボール。2球目もストレート、今度は内角に投げていきましょう。これもボールですね。いいボールなんですけどね、ボール半分外れてましたか。このスライダーは打てないでしょう。そして久々のスプリットを内角に落としていきます。ちょっと高めに行ってしまったんで空振りは取れませんでしたが、レフトフライに打ち取っています。そして8番のディアザ、いいボールですけど、これは審判手上がらず。これはちょっと外れてしまいましたね。さあ、2ボールからの第3球はスライダーを選択していきましょう。マッキャン要求は低めに進化。鋭く落ちた進化、これで空振り。見余った。これはね、ちょっとすいません、ボンミス出ましたね。完全に打ち取った当たりだったんですが、ここはね、ちょっとミスを取り返すためにもなんとか抑えたいと思ったら、これはどうだ、追いつくか、だー追いつかないね。これは完全に打たれた当たりですね。右中間にタイムリーツーベース。さあ、1点差と迫られています。ちょっとね、守備でのミスが痛いですね。これはアウトか、いいですね。今のはいいさばきでした。ランニングスローなんでちょっとね、乱れるかなと思いましたが、きっちりさばいてくれました。あ、そして、6回の表ですね、田中のピッチングです。
初球はストレート。2球目も同じようなところ、やや先ほどよりボール気味のボールです。マッキャン3球続けてストレートを要求してます。これも外れてカウント2ボール1ストライク。ここはストライクが欲しいカウントになりました。これはレフトライナー、ちょっとねヒヤッとする守備になってしまいましたが抑えてます。このシンカー内角に外れてワンボールワンストライク。これはセカンドが抑えています。ツーアウト。そして3番アウルディスを迎えました。ここからね3番4番5番とホームランバッター続きますからね、際どいところ臭いところを狙っていきましょう。球数79球の田中。だあ、まずい守備だな、これも。これはツーベースと。そしてラミレスです。ここはね、なんとかリードを守っておきたい。2球で追い込みましたね、これは大きい。ちょっとボール気味にストレートを投げておきましょうと思ったら振ってくれた。3球勝負、空振り三振。さあ7回の表、田中、球数83球、もしかしたらこの回までかというところですね。点差1点なので、一発で勝ちの権利が消えてしまいます。さあここまでで3ボールストライクが入らない田中。ここはストレートでカウントを取りました。このスプリット高めですがストライク。さあカウント 2-3 まで戻しました。3ボール2ストライクからの第6球目、これはボール、フォアボール。ノーアウトのランナーを出してしまいましたね。でまあ一塁ランナーはね走ることはないでしょうというところですね。これはシンカーが際どいところに決まって三振。そして8番ディアザを迎えています。ワンボールワンストライクからの第2球目になります。これは落下点に入ったね。先ほどタイムリーツーベースを打っている9番バッター、名前何でしたっけ、
ここをきっちり抑えておきたい。だあ、追いつかないね。2打席連続ヒットですね。ここは勝負どころ。球数99球、おそらく田中この回までになりそう。ストライクが入りません。なんか会場も球場もざわつき始めてますけど、最後は渾身のストレートを内角に投げていきましょう。これがボールになってツーアウト満塁。ジラルディ監督、田中続投です。球場がざわついてます。さあ、ワンボールツーストライク、追い込みました。最後困った時はスプリット。2球スプリットを続けたのでストレート。だー、逆転のタイムリーヒットを打たれてしまった田中。それでもまだ続投ですね。さあ、田中この回までというところになりそうです。7回の表、田中逆転のタイムリーツーベースを浴びています。さあ、田中マウンドをねやっぱり降りてますので、最後までゲームの方を進めていきましょう。試合の方はその後ヤンキースが、じゃないですね、レッドソックスがさらに1点を加えて5対3でレッドソックスが勝ったというゲームになりました。はい、というわけで今回終盤田中打ち込まれてしまって、逆転負けを喫してしまいました。まあ、実際には田中このリアルな試合の方では勝ち投手になってくれてますので、次回はですね、この MLB ザ少女でも勝てるように頑張っていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。